はい、今日もあなたと百姓天国、本日は2019年7月の22日ですか。本日の動画第2弾ね。先ほど雪化粧かぼちゃのね、全然ないよっていう動画撮影しましたけども、畑が変わりましてね、こっちはナス畑ですけどね、今年は本当にまあ、ナス調子悪いですけども、後半のね植えたのがぼちぼちね、復活の兆しを見せております。バナナピーマンもね、いい感じでなってきましたんでね、これはもうこのままね梅雨が明けて日光がバーンと当たればね、おそらく量産体制に入るかと思います。こちらの白丸ナスね、緑ですけど白丸というわけですけど、まあまあまあこういう感じでね、姿形がだいたい例年通りのいい感じになってきましたけど、またねこんなね天気だとやっぱりちょっと元気ないですけど、前半戦がやっぱ調子の良くないですけど、この後半戦ね、ここっていうの真ん中から半分ぐらいね、まだ向こうもありますけれども、なんとかかんとかね、実がついてきてるので、梅雨が明ければ一気に復活してナスはね例年通りのように出せるかなという感じです。そこら辺もね丸ナスの2番手ですけどもね、やっぱ2番手の方が調子いいね。そんな感じでまあまあ8月になればナス例年通り復活するんじゃないですか。 あくまでも希望的観測ね。ね、この辺のやつも明日出荷しますけどもね、まあまあじゃないですか、なんとかかんとかね。それで1袋はね、確保できるかなというふうに思います。まあね、野菜がそれぞれね調子いいもの悪いものもちろんありますけどもね、その中でもねこうしてセットをねなんとか組んでいくというところにね、セット野菜としての、ね、農家の醍醐味っていうのがございまして、まあまあ面白いっちゃ面白いですよね。さあ今からは先ほどはね、越冬用の、ね、白系のかぼちゃをね、できませんよって多分ないよって話をしましたけど、今からね九十栗かぼちゃね、普通の栗かぼちゃをねちょっと収穫しようかと思います。もうこれもね適期ちょっと過ぎつつありますが、できてきているのでね、なかなかね全部集めるのが面倒なので、こんな感じでちょっとほったらかしてちょっと撤去を過ぎつつ、まあまあこれはコリンキーと混ざってますけど、よいしょ、ちょっと玉が小さいものが多いかな今年は。はいね、栗かぼちゃができてました。何でしたっけ、そうめんかぼちゃがね、もうそうめんかぼちゃを、まだいっぱいありますけど、もう1ヶ月出荷しましたんでね、ちょっともうお客さんももう飽きてきてるかなということに思いますんでね、栗かぼちゃを出しますよね。よいしょ。栗かぼちゃはね我が農園はあんまり作らないんですね。あんまり作らないということの理由の一つはね、あんまり保存が持たないんですよね。なんでなんですかね。だからあんまり好きじゃないですよね。もちろんね美味しいね、かぼちゃっつったら普通の人はこれを思い浮かべるわけですけども、意外とこれ持たないんですよね。我が農園のようにねセット野菜でやってますと、意外とねやっぱり長期で持つものをね出したくなるんですけど、収穫してねせっかく収穫してこうやってコンテナ積んでてもボコ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 腐っていっちゃったら何の意味もないじゃないですか。何ですかって言って、こちら側がハグラウリですね。まあ今年どうですか、まだ実はついてないかな。こんな天気ですからね、もうこうやってウリ系特有の病気はまあこのようにワンサが出てきますが、まだ日が照ってないんでね、日が照ってきたらやっぱりすぐにこれ収穫せないとダメなんですが、まあまあだから来週ちょっと一気に収穫入ると思います。よいしょよいしょと、ということで来週はね、この栗かぼちゃ、コリンキー、そして、ミニホワイトかぼちゃ、プチオレンジみたいな3種類ね、また3種類での出荷になると思います。よいしょよいしょよいしょ。今年はコリンキーも当たり年かもしれないですね。コリンキーこれいい感じですよね。ちょうど今鉄器に入ってきてるかな。うちは完熟で出荷しますんでね。よいしょ。いいよ。いや、後半戦のね、雪化粧がああなるっちゅうのは、まあ、ほんと、珍しいですよね。珍しいって言ったらあれですけど。ね。この大きさなら4分の1でいいかな。
ね、この大きさなら4分の1でいいかなっていう感じですね。運ぶのが大変ですよね、かぼちゃってね、やっぱね。私も年齢の加齢とともにですねなかなかこう農作業がねペースが落ちてきておりますよ、ね、しょうがない、致し方ないことでございます。よいしょ。よいしょよいしょ。よいしょよいしょ。よいしょ。ああ、コリンキーが、そちら側もう全部コリンキーですな。よいしょ。よいしょ、ね、これぐらいの大きさは欲しいところでございますと。よいしょ。昨日あれなんですよ、そのミニホワイトとプチオレンジの収穫ね、ミニカボチャを収穫したんですけど、また例によってね、動画、この撮影しているこの機材の調子が悪くてね、全部飛びました、データがね。こうやって10分15分これ一生懸命くっちゃべってですよ、家帰ってデータが全部飛んでるとね。どうですか皆さんね、機材まで我が農園仕様と言いますかね、こうなかなかのもんでございますよね。どういうことですかと、笑っちゃうでしょ。よいしょよいしょ。お、これ大きいね。よいしょ。ゆっくらせゆっくらせゆっくらせ。まあまあ、かぼちゃはね、かぼちゃってやっぱりね、本当に日本古来からあるものなのでね、やっぱり作りやすくていいですよね。僕はやっぱり設定野菜やっててね、このかぼちゃで、一品をね確保するというやり方をね見つけてね、それで設定野菜だいぶ楽になりましたね。やっぱりかぼちゃは日本古来のものなので、さっきも言ったようにやっぱり作りやすくて安定性があるですよね。先ほどの雪化粧かぼちゃみたいにね、もちろんできこんな天候の悪い7月だったらまあしょうがないですけどもね。でもまあまあ作りやすいと思いますよ、かぼちゃね。さあ、これをあそこまで持っていくのが大変ですけども、よいしょよいしょよいしょ。で、つるが伸びているのでね、引っかかると足が転んでね、えらいことになりますので、よいしょよいしょよいしょ。まあこんな感じね。まあまあこう、とりあえず今日取った分で1週間、今週分はあるかなという感じですけどもね。しばらくこれでね、栗かぼちゃ出荷できると思いますね。よし。いや、しかし雪化粧かぼちゃないのは本当にね、もう一種類ね、カチ割りってい う在来の品種をね作ってますけど、それもまだね、これからこれからなんでね、実際結球してちゃんとかぼちゃできるかどうかわかんないですよね。よいしょ、よいしょ。それがなければ本当にもう小安静のかぼちゃなんもないですってことでね。よいしょよいしょ。はい、まあ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 じゃないですか。ということで以上ね、栗かぼちゃの収穫をしている、動画でございました。はあ、いや、まだまだ梅雨は明けませんね。